した人間も無数である。彼らはその罪に対し法の刑罰を受けたであろうか。法もは何とか国に逃れて、逃れることのできないのは罪の意識である。宗教は人間の死後、法に代わって刑罰を与えてくれる世界を無双した。これが